今回もご視聴いただきありがとうございます。この動画は菅谷正雄さんの第11話です。第1話をご覧になられてない方は、チャンネル登録していただいて、ぜひ他の動画もご視聴ください。それでは今回も菅谷さんの生き様を少し覗いてみたいと思います。内部抗争。昭和49年3月、静岡県富士宮市で川内組系後藤組と天津会富士宮支部の間で抗争が起こります。どちらも菅谷組の系列でした。簡単に説明しますと、後藤組は言わずもがな最終的に6代目山口組の舎弟となる後藤忠正さんの組なんですが、ウィキペディアでは昭和44年に川内組内後藤組設立となっています。ですがご本人の書籍では昭和47年となっているのを一応付け加えときます。川内組に入ったきっかけは、実の兄が川内博さんの舎弟となったことが元のようです。ちなみに菅谷さんとは、喋ったこともなかった、とのことです。一方、天津会の方は、元は田中六春こと、半六春さんの組織であった富士会、後に一新会が解散した後、丸井清さんが菅谷組舎弟となり天津会を設立します。しばらくは一新会を名乗っていたとの情報もあります。さて富士宮での喧嘩の発端は分かりませんが、身内の争いにしては手荒かったようで、後藤さん側はピストルを弾いたりダンプで突っ込んで新聞沙汰にもなったと語っておられます。後藤組はこの当時ですでに100人ほど組員を擁しており、川内組内では最大組織。一方天津会も菅谷組内ではかなりの勢力を誇っていました。菅谷さんは舎弟頭の浅野さんに処理を任せますが、浅野さんの裁定は、後藤さんの破門。これに川内さんは反発し浅野さんと口論となり、一時幹部会にも顔を出さなくなります。結局、仲裁に羽谷さんが動いたのもあり一度は解決します。この時、後藤さんは自主的に指を落としたようです。菅谷さんと川内さんのわだかまりが生まれたのは、おおむねこのことが起点となったようです。もう一つのわだかまり。正確な時期は分かりませんが、資料的に田岡組長の息子さん、満さんの結婚話の後なので、おそらく昭和49年頃、山本健一さんとの間にも大きなわだかまりが生まれます。山口組総会の後、山本健一若頭が大平和夫、桜井孝之の漁師とボディーガード兼財布預かり係の松下正夫さんを連れ、神戸のナイトクラブみそのへ出かけた時、先客として田岡満さんと満さんの仕事上の先輩 T さんが飲んでいました。この T さんは田岡組長とも親しく、組長直々に満さんの教育を託されるくらいの間柄だったようです。満さんともども「頭こんばんは」と挨拶をして別々のテーブルで飲んでいたのですが、やはり雰囲気的に煙たかったのか、ちょっとして満さんたちは席を立ちます。その時満さんの席でフルーツの盛り合わせを頼んでいたのですが、予定より早く席を立ったためお会計のタイミングでテーブルへ運ばれました。先輩 T さんは席を立ってしまった以上、再び仕切り直すのも面倒なのでウエーターに頼み、フルーツ盛りをほんの気持ちだからと山本若頭の席へと持って行かせました。この一部始終を離れて見ていた松下正夫さん。店を出ようと出入り口付近にいた二人を呼び止めます。失礼やないか、T さん。T さんは松下さんの声に振り返ります。松下さんは心底、腹を立てていました。あんたが山口組、本家に出入りしとるのはよう知っとるわ。人から大社長や、大実業家や、と言われているのも承知しとる。しかし今の真似はなんやね。あんたらがフォークもナイフも使ってないのはその通りやが、いわばあんたらの食べ残しじゃないか。俺はたまたま見とったから言うんやが、立場を変えてあんたが食べ残しを回されて腹は立たんか。松下さんが詰め寄ります。ですが T さんも海線山線の中ここまで来た人間、その場の扱いに慣れていた。いや悪かった。松下さんすみませんでした。と素直に頭を下げます。分かってくれたら。それで、あんたが大実業家やと人に言われる立場やから、あえて言うんであって、他意はない。そやから、分かってくれればそれでええやんか。そう言われ何度も頭を下げる T さん。ちょうどその時です。菅谷さんと清水光重、若頭補佐が店に入ってきました。T ちゃん、何しとんのや。T さんに声をかけざま体を松下さんに向け。マサオ、お前この人が誰か知っとんのか。すでに声のトーンは喧嘩腰です。知ってます。答えるや否や。何、このガキャ。それが分かっとって因縁さらしてけつかるかい。この単価にむしろ T さんが慌てます。いや、私が悪いんです。ボス聞いてください。T さんの卑屈な態度によっぽど松下さんにかまされたんだなと思った菅谷さんは、怒りが頂点に達します。おじき、違うんです。ちょっと聞いてください。松下さんも必死に取りつきますが、聞く耳を持つ様子がありません。何度か掛け合った後、松下さんは開き直ります。あんた何抜かしとんねや。まさかの口答えに一瞬、間が流れました。あんたが何も理由を聞かんといてね。頭から怒鳴るさかい。言うんですわ。わしもヤクザして漫画な。おじきとわしの親分と、兄弟分ということはよう承知してま。悪かったら悪いで。わし、指でも何でも詰め漫画な。ただ理由を聞いてから、言うておくんなはれや。整然と意見を言う松下さんの言葉を聞くや否や。何聞いた風な口さらしやがって。この辺りで騒ぎが聞こえた山本健一さんがやってきます。マサオ、何言うとんねや。すみません、何でもないです。この瞬間の判断がどういった心境によって起こされたかは分かりかねますが、菅谷さんは清水さんに「おい帰ろう」と告げ背中を向け歩き出します。それに対し今度は大平、桜井の漁師が切れます。頭の顔を見るなり、帰ろうとは何事だ。両者は殴り合いの喧嘩に発展しました。結局、騒ぎを聞きつけたボディーガードの前田剛さんが間に割って入り、まあまあ、と取りなしました。その後殴られどころが悪かった清水さんは病院に向かい、残ったメンバーで山県組の事務所に向かいました。話し合いには菅谷さん、山本さん、大平さん3人が建物2階へ上がりました。松下さんはいれば菅谷さんの怒りが収まらないからと1階で待機させられます。ここで松下さんの脳裏によぎるものがありました。こうなったら菅谷のおっさんやってもうたろ。親父も菅谷にあれこれ邪魔されてええ気分やないやろ。ちょうどええ機会や。松下さんはピストルを構え、建物横の犬小屋に潜みます。聞き耳を立てていると菅谷さんの怒号が響きます。それをたしなめているのは山本さんでした。いくらたしなめても怒りが収まらない菅谷さんに山本さんは「もうええ、兄弟がそない言うなら松下を破門にしようやないかい。それでええやろ」。山本さんも本気で破門にするつもりなどありませんでしたが、そうでも言っておかないと菅谷さんを落ち着かすことができませんでした。その声が聞こえ、松下さんは余計に覚悟を決めます。菅谷さんも破門ならと矛を収め、3人は階段を降ります。その時、山本さんは松下さんが見当たらないことに気づきます。敏感に察知した山本さんは、山県組の若手20人ほどで菅谷さんをガードし、車まで向かいました。その後をこっそり松下さんはついていきます。その気配に気づいたのは、またしても前田剛さんでした。前田さんは松下さんに組みつきその場を抑えます。菅谷さんを車まで送った後、山本さんは振福会会長、尾崎昭治さんに電話して、仲介を頼みます。翌日、尾崎さんはわざわざ徳島から出張り、松下さんを連れ、菅谷さんの家に向かいます。尾崎さんは松下さんに、すみませんでした、と詫びだけ入れたらすぐに席を外せ、あとは俺が何とかするからと言い含めました。家にはすんなり通されましたが、松下さんの顔を見るなりぷいと顔を横に向ける菅谷さん。それでも段取り通り松下さんは神妙に頭を下げ、昨日はどうもおじきすみませんでしたとだけ言うと席を立ちました。その後は守備よく尾崎さんの思うように進み、指を落とすこともなく事なきを得るのでした。実際この件がわだかまりの発端というわけではないでしょうが、山本健一さんの周りの人間が菅谷さんに対して硬化していく事例の一つとなった事件なのでした。といったところで今回の動画は終了とさせていただきます。続きが気になる方は高評価、チャンネル登録もお願いいたします。それでは次回の動画で。But if you